S330 というレノボの製品で 14.1 型ですね。価格考えればまあこれでいいんじゃないかなというふうに思います。こんにちは、戸田悟です。いやー、プライムデーのセールがあったんですよ。まあありましたよね。でついつい1万8000円台の安い Chromebook を買っちゃいました。でもどうだったのっていう顛末を紹介したいと思います。果たして安いものってダメでしょうか。はい、で今回僕が購入した Chromebook はこちらなんですけれども、 S330 というレノボの製品で 14.1 型ですね。で値段はですね、この今撮影している時は 26,462 円になってますが、僕が買った時はこれプライムデーで 18,000 円確か800円でした。まあ、とにかく結構安くてついつい買っちゃったという感じなんですが、まあですね、スペック見ると懐かしい。で何が懐かしいって、ストレージがですね eMMC なんですよ。これ懐かしいですね。まあ SSD の仲間というかメモリーなんですけれども、ちょっと遅いやつですね、簡単に言ってしまうと。で CPU はですねメディアテック、メモリーは4で、まあ、ストレージは 32GB というところで、まあ完全に、ローエンドですけれども、逆に言うとこれパソコンだったら絶対買う気しないんですが、 Chromebook だとこのスペックでもまあいいんじゃないかなと思ってまあ買ってしまったわけです。で気になるのがディスプレイが、HD なんですよ。フル HD じゃないですよ。 HD1366×768 ドット。素晴らしいですね。懐かしいですね。こんな解像度低いの久しぶりですよね。で、駆動時間はまあ10時間で、重さは 1.5 キロというふうになってます。ということで、では早速製品を紹介していきましょう。はい、ということで、これ中に入ってるものですね。これはまあ説明書ですね。まあ、Chromebook は説明書なくても全然問題ないので、簡単ですけれども十分だと思います。で、本体に AC アダプターのみ。シンプルですね。ほとんど何も入ってない。ただですよ。この AC アダプターいいんですよ。これ、Type-C 端子の 45W。これ、シンクパッドと多分一緒だと思います。まあ、スペック的には一緒です。ですから、これ、シンクパッドたくさん持ってる僕としては、この AC アダプター使い回しが効きますし、逆に言うとシンクパッドの AC アダプターでも充電できるんですよ。だからまあ、これはもうしまっちゃって、普段使ってる AC アダプターで充電ができるというのは、いいところの一つですよね。では、早速製品を深掘りしていきます。はい。で、Chromebook を購入するときに結構注意していただきたいのが、OS とセキュリティのですね、アップデートがいつまで適用されるかなんですよ。で、これがですね、なんか結構いろいろ変わったりして、2020年のモデルから8年になるとかいう話もあるんですけれども、じゃあこのモデルはどうなのっていうことを早速チェックしてみましょう。もちろん、皆さんは買う前にチェックした方がいいと思いますけれども、2025年6月まではソフトウェアとセキュリティの自動更新がされますとなってます。で、今2020年ですから、まあ18,800円、まあ19,000円でもいいんですけれども、で約5年使えれば、まあ5年じゃないですけどね、もう2020年後半なんで、まあ4年半ぐらいですか、使えればまあまあ十分ですよね。ということで、まあ一応期間は2025年の、もちろん使えなくなるわけではなくてアップデートがされなくなるということです、が2025年の6月というふうになってます。はい、天板なんですけれども、というかまずはデザインを見ていきたいんですが、なんかこれも懐かしいですね。昔のですね A4 ノートパソコンの一番安いモデルといった感じが合ってると思います。全体的に樹脂むき出しです。でも天板は細かい、いわゆる脂肪加工、網戸みたいな感じの手触りになってまして、滑らないようになってますし、あんまり汚れが目立たないようになってます。価格考えればまあこれでいいんじゃないかなというふうに思います。で重量は 1.5 キロなんで、まあ軽くはないですけれども、家の中とか会社の中、学校で持ち歩くにはまあ十分な軽さかなというふうに思います。はい、で端子なんですけれども、左側にですね Type-C 端子、 HDMI 端子、通常サイズのタイプ A ですね、 USB 端子と SD カードスロットがあります。まあ結構十分ですよね。で反対側にはケンジントンロックですね、いわゆる、あとイヤホン端子という形になります。で充電にタイプ C を使いますから、充電しちゃうとタイプ C 接続できないんですけれども、まあハブ使えばいいかなという感じで、まあクロームブック大体こんなもんですかね。でパームレスト面も、これ樹脂だと思いますけれども、すいません、ちょっと確証の、まあほぼ樹脂でしょうね。ここがですね、結構しっとりとした感じで、ちょっとピーチスキンっぽくなってまして、シンクパッドファンにはですね、なんか嬉しい仕上げですね。で、キーボードはこれ、エイジモデルなんで、エイジのキーボードになってます。で、なんかですね、未だに僕はこのモデルの日本語と英語の切り替えのキーがよくわからない。Android の、まあ、シフトスペースとか、シフトコントロールオルトスペースとか、なんかいろいろやってるんですけども、うまくキーで切り替わらなくて、今はちょっと画面で切り替えてるんですが、そもそもそんなに使う気ないだろうって言われてしまうと何も言えないという状況なんですけれども、まあまあこんな感じでデザイン結構すっきりとしていますよね。
はい、ということで左側に今 ThinkPad の T14S を持ってきました。これ僕が購入したパソコンなんですが、ディスプレイはっきり言って暗いです。僕が持ってる中で一番暗いで、こちら側は、まあ、S330 今回買った Chromebook ですね。明るさは Chromebook の上なんですよ。まあこれは当たり前ですよね。 HD 液晶なんで開口率というかその液晶のドットのサイズ違いますから、より明るくなるわけですよね。で明るくて見やすいです。ただ文字はちょっとぼんやりしているというか、まあ、ざらついているというかキレがないですよね。こっちはキレがあります。ただまあどうなんでしょう、ウェブ見てるとかそのぐらいでしたら十分かなというふうに思います。であんまり気にしなければ、まあ、動画も見ていいかなという印象です。もちろん、いや美しくないと言ったらもうそうなんです、美しくないんです。ただ18,800円ならこれでもいいかという感じの画質になってます。はい、でもう皆さんも気になると思うんですが、こちらですねアプリなんですけれども、はい、ストアからですねインストールできるアプリなんですが、これ Android のアプリもインストールできるタイプですね。もちろんですねゲームなんかはタッチができないので使いづらい、もしくはちゃんとプレイできないのも出てくると思いますけれども、 Android のアプリが使えるとですね、まあ仕事向けのですねアプリもいろいろとありますので、まあ、使い勝手は悪くないんじゃないかなというふうに思います。この辺はまあこの機種の便利なところというか、比較的まあ性能は低いですけれども新しめのモデルであるメリットかなというふうに思います。はい、でまあ僕がですねいろいろと使ってるアプリの中から今回 Google Keep をちょっと利用してみますが、この起動とかちょっと見ていただきたいんですけど、早くはないですよね。でもまあ遅くはないというか、で結局 Chromebook ってほとんどのアプリのコンテンツというか作ったファイルがクラウドにアップするんですよ。で起動アプリを起動した時にもファイルはクラウドから読んでくるんですね。要するにインターネット経由で読んでくるわけです。ですから本体の CPU の速度はもちろん重要なんですけれども、実はこの来週ぐらいにですね Core i7 を積んだ Chromebook も紹介しますけれども、通信とダウンロード等々がボトルネックになって速さをちょっと感じづらくなっている面が否めません。ということで実際にはもっさりしてるんですが、まあ何て言うんですかな、妥当なもっさりというか、 Chromebook だったらこんなもんでしょうと思ってる方にとってはまあこんなもんでもいいんじゃないっていう感じの使い勝手です。もちろん Android のゲームとかはちょっと厳しいです。ちょっとやってみましたけども、まあそもそもタッチもできないんでゲームする気にならないというのが一番のそのポイントなんですけれども、はい、で、文字入力とかは問題なくできます。速度的にも、はい、もうこんな感じで問題なくできます。さて、じゃあ満足度どうなのっていう話なんですけれども、まあ僕買ってみてですね、これメモ取ったりウェブ見たり、もうこれで十分だなというふうに感じました。そういう使い方したいんだったら、まあこのモデル買っていいと思います。ただそれ以上はやっぱり期待しない方がいいかなというのが正直な感想ですけれども、まあ 18,800円ですからね、これでいいかなと。でバッテリー駆動時間はですね、カタログでは10時間かなとなってますけれども。結構持ちます。 Chromebook って結構バッテリーみんな持つのでこれも持つと思いますが、まあ、通信しっぱなしのですね作業をしていると、まあ、ちょっと減るかなと思うんですが、どっちにしろ Type-C 端子で充電ができますから、まあ、充電器いろんなものをですね組み合わせて使えるので、まあ、よろしいかなと。でこの機種のですね最もいいところはやっぱり結構キーボード打ちやすいです。 ThinkPad を作ってるレノボ製だけあって、 ThinkPad、 これは ThinkPad じゃないですけれども、まあまあキーボード打ちやすいです。でChromebook でも安いモデルって13インチとかもうちょっと小さいの11インチとか多いんですけれども、やっぱりですね普段作業するんであればこの 14.1 インチの画面の広さはあった方が嬉しいかなというふうに感じました。はい、ということでちょっと僕の YouTube を再生してみます。ウェブページが保存できました。はい、若干ね、やっぱこのボタンを一発押したです。どう藤原くん、こんにちは、戸田悟です。今回はですねウェブページをちょっとでもぼんやりしてない、若干そうかもしれない。まあね、気にしないぐらい十分なんですよ。で意外にって言ったら失礼なんだけど音がいい。今見ている情報をまるっと保存したい、いくつか方法ありますけど、結構音は悪くない、悪くないですね、この価格にしては。ですから YouTube を見るぐらいの人もあんまり細かいこと気にしなければ、まあまあ十分使い物になるかなという感じです。でこれ今 YouTube の画面ですよ、Windows になっちゃってますけど、これ YouTube の画面なんで、はい、分かりにくいですけども、はい、という感じです。
微妙ですよね。僕は正直言って製品だけ見てるとおすすめしないと思ったんですが、1万8000円ってもうなんか格安のスマホよりもさらに安いですよね。これで14インチの、まあ、いわゆるパソコンを買えちゃうわけですから、そう考えたらやっぱり悪くないかもしれません。お子さんとかご自身の2代目3代目とか家で置いてみんなで使うなんていう利用方法もできると思いますので、まあ用途が合えばよろしいんじゃないかなと思います。